はいどうも、国家一級整備士高橋直樹です。今日はですね、こちらの LA600 系の、タントカスタムの RS トップエディションのご紹介をしたいと思います。今日はですね、ちょっと周りでセミの声がねちょっとすごくて聞き取りにくいかもしれませんけれども、頑張ってお伝えしようかと思います。こちらの LA600 系の RS なんですけれども、まずマイナーチェンジという扱いになってまして、基本的な性能、もしくは外装とそんなに変化は、ございません。ただこちらのトップエディションとなると、こちら見ていただくように外装とあと内装も、少しばかり、他のグレードと差をつけておりますので、そちらの方のご紹介をしたいと思います。それでは早速ね、外装の方から見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのアルミホイールなんですけれども、でこちらが15インチの仕様となっております。こちら、正面なんですけれども、こちらを見るとね、トップエディションだなというのが一目でわかる感じになっておりますね。こちらがですね、トップエディション専用の大型エアロバンパーとなっております。このフロントグリル部分からですね、大きなこうバンパーと一体化したこのデザインといいますか、非常にかっこいいデザインとなっております。日中で分かりづらいかもしれないんですけども、こちらの方もね、こういうところですかね。はい、バンパーのデザインにこう沿ったねライティングがなされております。こちらがですねヘッドライトの部分となりますけれども、こちらがダークメッキとなっておりまして、光源がですね LED のヘッドランプとなっております。もちろんこれはですねオートレベリング機能がありますね。そして次は、リアのコンビネーションランプになるんですけれども、こちらもですねダークメッキの仕様となっております。次に室内からなんですけれども、こちら見てもらうと分かる通り上の方がねちょっと青くなってますよね。はい、こちらがトップシェードガラスとなっております。こちらがですねステアリングホイールとなっておりますけれども、こちらがですね皮巻きですね。はい、このようになっております。あとこれと同じようにこちらのシフトノブもですね、はい、ステアリングに合わせてこのような、皮の仕様となっておりますね。これ非常に高級感があっていいですよね。こちらですね、センタークラスターなんですけれども、こちらがですね今プレミアムシャインブラックとなっておりますけれども、こちらプレミアムシャインディープブルーというねタイプもございます。それとこちらの色に合わせてですね、こちらのドアの方のアームレストですかね、こちらもですね今ブラックなんですけれども、こちらも先ほどの青色っていう設定もございます。こちらがシートなんですけれども、専用のファブリックソフトレザー調シートとなっております。こちら見ていただけるように白のこうねステッチが入っております。はい、こちらもですねちょっとカバーがあって見づらいんですけれども、はい、このようにですね、入っておりますよね。あとはですねシートのもう一つの特徴としてですね、こちらがドライビングサポートパークが標準装備されておりますので、こうやるとシートが上がったり下がったりとこういう風に調整ができますので、どのような方でもね、快適なドライビングポジションを作ることが可能となっております。ドライビングサポートパックというのはですね、これとこのシートリフターともう一つこちらでですね、このはいこういう風にこのハンドルもですね位置を調整することができます。はい、これがドライビングサポートパックの仕様となっております。あとこちら、トップエディションに関してはですね、純正ナビ装着用アップグレードパックということで、こちらの方にちょっと見にくいかもしれないんですけどバックカメラがねついております。こちらは、ちょっと今新車なんでね、塞がってますけど、こちらにナンバーがつく穴なんですけれども、はい、はい、こちらの方ね、バックカメラが最初からついております。先ほどですね、純正ナビ装着用アップグレードパックということで、まずバックカメラがついてますよというお話をしましたが、その他にですねプラスですね、こちらの方後ろの方ですね16インチの、ね、スピーカーが、つくように最初からなっております。はい、あとはですねプラス、こちらの方ね、はい、こちらの方
はい、こちらの方にもスピーカーが、ついております。ツイッターというちっちゃいスピーカーなんですけれども、こちらの方もついております。あともう一つが、こちらのステアリングスイッチですね。はい、これでまず大体のね、ナビの操作とかオーディオの操作っていうのがこちらでできるようになっております。はい、こちらがですね、以上純正ナビ装着用アップグレードパックということで、まずはですね、一つ目が、ステアリングスイッチでということ、あとはバックカメラですね、あと、各スピーカーが全部ついてるよっていうのが、アップグレードパックの仕様となっております。こちらはですね、トップエディション、全て最初からついておりますので、これは本当にお得な装備かなと思います。次はですね、こちら、パワースライドドア対応となっておりますので、例えばね、両手に荷物が塞がってて、なかなかこう扉をね開けることがちょっと難しいよっていう時なんかは、例えばこちらのボタンで、リモコンのボタンでですね、ピッと押すと、はい、こっちに自動的にね、はい、このようにこちらのリモコンでですね、扉の開閉をすることができます。はい、あとはですね、タント特有のですね、こちらの、はい、ピラーレスですね、ここに柱がないので、非常にやはり乗り降りが楽な仕様となっております。はい、あとはですね、反対側のドアの方もですね、こちらもですね、はい、このように開くことができます。はい、あとこちらもう一回閉めるときは、もう一度長押しをしていただければ、このように、はい、すべてこちらのリモコンでですね、改変ができる仕様となっております。ご覧いただいたようにですね、こちらの LA600系の、タントカスタム RS、トップエディションなんですけれども、他のグレードとはね、やはりちょっと装備がちょっとひときわ、異なっていてね、また違ったタントの魅力を、引き出しているかなと、思います。今、こちらの動画でですね、主な変更点等を、ご紹介いたしましたけれども、もし機会がございましたらですね、実際、現車の方をね見てみて、あとは乗ってみてですね、いただければいいのかなと思っております。ということで、本日は、こちらのタント RS トップエディションですねのご紹介をいたしました。それでは。